お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの迫撃ディガーでございます。で、お前やっていくんですけど、これがもう今ですね。今本当にもう数分前まではそのちょうどグロ1位、2位で今これ4位なんですけど、さっきまで1、2、3並んでて、もう今この、まあ、世界の1位と2位と4位が、これが、今2位と4位で、世界1位の方がこちら迫撃のプリンス型を使ってて、もうやばいですね。迫撃みたいな感じで、もうこれで無双してるみたいなんでね、今日はそちらのデッキを使っていこうかなというところで、まあ、どっちを使うかっていうところですね。ほんでガゴムレと、まあ、プリンスが違って、あとはコウモリと、まあ、ちょっと、コウモリもないですね。まあ、アウトロー、はいはい、まあ、ちょっと違う。本当にちょっとしか変わんないんで、まあ、僕はこっちかな。使いやすそうな、まあ、こちらの方でね、はい、やっていきたいと思います。ってことでやってくるんですけど、今と結構あのビビドラムートのスケラとかが多い中で、ロリババとかね多い中でこれで上がってるっていうのは、まあ、まあやっぱめちゃくちゃうまいのもあると思うんですけど、やっぱりデッキが強いのも、まあ、多少はねさすがにないといけないと思うんで、さあポケモンですね、ポケモン倒しましょうか。とりあえず、まあ、ディガー飛ばしてやりこぶの方が良かったかな。まあいいや。はい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 。相手は、ユーノっていうところで、ペッカかな、ペッカ。やばい。これすることない。え？ちょっと待って、これすることなくね？え？やばいやばいやばい。待って待って、迫撃ディガー初心者すぎて、やばい。これはちょっとターゲット取ってあげて、はい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 。ワンチャン、あー、やばいですね。ちょっと待ってくださいね、これは。もう下手くそすぎて、シンプルに、参考にならないやつかもしれない。まあ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 、まあ、アウトローが強いですね、これが。これが強い。で、ガゴムレはザップで処理されても、このアウトローやばい。強い。強い。OK。OK。で、あとはもう、チクチクね、チクチクしとけばいいんで、ヤリゴブとかギャングは、結構、始まりから出してあげればいいかなっていうので、で、ここの防衛なんですけど、ギャングでゴースト囲むんじゃなくて、その、まあタワーのダメージがね、あんま削られてないんで、こんな感じでね、ゴーストがターゲット取ってから出してあげていいかなと思います。でも、なんか来るから、よいしょ。はいはいはい。OK。で、このダメージがでかいですね。で、これは、もう反撃で防衛してあげていいかなと思います。いや、多分これでノーダメで押されるかな。いや、痛い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 よー。痛い。一発が痛いですけどね。まあまあ。ここは。まあ、しょうがないかなっていうので、今ギャングを出しても、今度はゴーストがね、回ってるんで、もうシュラウトローとか展開しつつ、まあそうですよね。で、まあ、することないんでね。はしまえギャング。ディガー飛ばしたりして、チクチクしながら、一回引きこもりみたいなのがありますね。これちょっと迫撃残したいんでね。しっかりターゲット受けておきます。やばい。あー、ウトロー2体そっち行った。しっかり盾になってくれないと。やばいやばい。やばいやばい。やばい。ちょっと出しすぎかもしれないですけど、まあ、これでね、ディガーしっかり組み合わせてあげて、まあ、エレキプラスのザップで、まあ、処理されますけども、はいはい、流れとしては、まあ、悪くないですね。そんないいっていうわけじゃないんですけど。よし。さあ。でもこれはもう、丁寧に、丁寧に行きましょう。しっかり受けてあげて、でギャングでも受けてあげて、アウトローでも、よいしょ、危ねえ危ねえ。しかも今、一手ザップポイズン使ったから、イコール、こういうことですね。でもエレキだから、いやでもこれザップ回るかもしれないですね。お、今回した。あ、いや、オッケー、お、いいよ。多分ギャングでもいいですね。ちょっと楽します。ザップ使ったんで、ね、今でこうアウトローも
あるんで、まあ防衛いきますね。ここで攻め吐きからのディガー、ディガー、あーよいしょ、やばい。でしっかりディガーで削りつつ、これバイ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 して、あーオッケー、390だからもう次のウッド回れば勝ちですね。でここのゴーストはもう無視でもいいかもいうぐらいで、さあ右側警戒ですね。しっかりこれやばい、これワンチャンのちょっと持ってかれそうみたいなところあるんで、まあ5防衛して、はい勝ちましたね。よいしょ、ペッカには多分めちゃくちゃ相性いいみたいなところありますね、はい、よしポケモン退治、うーんしっていうところで、まあいい感じですね。でプリンス型もやってみたいですね。こちら、これが今の世界1位、これが今の世界2位と4位がこの方、ガゴムレです。ガゴムレ、コウモリ抜きの形で、これなぁむずそうですけどね、まあ、次はこちらで、よし展開行きたいんですけどね。あとトロフィー200が遠い。ふぅ、でもやっぱマルチやってて思うのは迫撃が多いですね。なんだかんだ多い、なんだかんだ多い、ここ最近ずっといますね迫撃が。ああよしってところで、さあ、うーん、今度はガゴムレとコウモリ、さっきコウモリね、ガゴムレがなくてアウトローもなくて、逆に今度はコウモリと、うん、プリンスがあるっていう、ちょっとまあ陸が強くなったバージョンですね。これ相手迫撃ホグかな、ぽくないですかね、多分これは多分相手迫撃ホグですね、多分だと思いますね。なんでこれに多分迫撃受けをしてくると思うんですよね。え、全然違った、全然違った、これ多分プリンスで処理していいんじゃないかな。で今しかも相手、あーザップ使ったからコウモリ合わせたらやばいの来たっす。これやりこぶで処理して、はい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 、頑張って、 OKOKOK、OK OK OK、じゃあザップファルチェガゴムレ、あんま分かんない、あんま分かんないです。こっちにディガー飛ばして、まあホグ来たら、おお、なんじゃこりゃ、これ読み打ったとか来ないかさすがに。はいはいはい、相手多分フリーズとかっすよね。こういうデッキ、なんかよくわかんないデッキなんだろうと思ったらフリーズ入ってるあるあるですね。でもこれ、まあ、ザップ打たれていいんで防衛します。 OK OK OK、 まあ、やりゴブでチクチクして、もうチクチクしとけば、これでかい、これ500ぐらい持ってくんですよこのやりゴブ。多分トルネアない予想で、奥ディガー、はいはい、でこのファルチェに5打ったら、あったー、そうファルチェあるからあるな、バカだった、よいしょ。でガゴモレ来たら速攻5ですね、読みで打っていいぐらい。でもこれに反撃出して、多分ギャングだね、やばい、これにザップ足して、コウモリからの一発、あー反撃一発、あー相手のファルチェの位置がうまいけど、このチクチクを繰り返せば僕が負けることはないはず。あーそういう結果、おや、やっぱりやっぱりそうだと思ったわ、もうやばいやばいやばい、え、やばくね、やばい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 、焦り、焦る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 、これまあザップ打たれていいんでね、はいはいはい、オッケーオッケー、耐えた耐えた、もうもう分かった、もう分かった、相手はトルネフリーズザップ、もうこれが分かれば怖くないです、怖くない、いや怖いな、フリーズフリーズやめて、うん、なるほどね、はいはいはい、でこの迫撃でファルチェのターゲット取ってあげて、相手ギャング出す、まあセパーだよね、お、チャン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 ス、オッケー、
いいよいいよ、プリンスやれ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 。でミニペが来るか。オッケー。あー、しかも今ザップ使ったからチャンス。これどん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 攻める、でどんどん攻める。今リズムがいいんでね、どんどん攻めます。これもウッド流してあげて処理しろ処理しろ処理しろ。オッケー、やれ、よいしょ、来た、カチカチ山。オッケー、いいよ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 。もう一発撃って、もう一発、多分もう一発撃てば、よいしょ、勝ち、よしよしよし。いやこれはデッキがいいですよ、いいですね、というところで2連勝。よし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 、はいはいはい。さあどっちがいいんだろうな結局。まあ陸に対しては、まあ、プリンスあるからすごい強いと思いますけど、こっちでもラバ来たら、まあ、どうするんですかって感じですし、でもこっちだと、まあ、こっちの方がまあ万能な感じがしますね。っていうのでさあこちらでいきたいなと思います。でそろそろあれなんですよね、そろそろ BO3 動画出したい出したいんですけど、マジで相手が意外といないんですよね、本当に。誰とやるかなっていうので BO3 って意外と時間取るんで、相手にもちょっと、ね、許可をきっちり得ないといけないっていうので意外と大変なんですよね。よいしょ、え、無能すぎんそれ、そのおそのね、あれはちょっと無能すぎじゃないかな。まあ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 、これディガーで、はいはいはい、相手のゴブリンの位置は謎ですけど、よしね、まあ、次の後ろへのエリクサーポンプをディガーで壊したいんですけど、相手のデッキはなかなかなんだ、なんかもうファイボでいいかな、いやファイボで壊したくないんですよ、いっか、ここはまあ甘えていいです。よいしょ、さあ、あージャイサンシかかジャイスパガゴムレ的な、まあ、2択ですね。これはこのしっかりね右側ではなくてジャイとは逆サイ側に置いてあげることによってジャイをこっちまで連れてくることができて、この左側のねタワーからのダメージも与えてあげることができつつ、さらに逆サイに振ってきた小序ババに対してつる、うん、そのねしっかりターゲットを取れることができるっていうので、まあ、あの位置が優秀ですね。あれやばい、そんなこと言ってたけどやばい、これやばい、これは無理だな、ちょ守れないと思ったんでもう捨てて攻めです。今これ矢の雨多分相手ギリギリで打ってコストがない、頑張れ、あーゴブリンがあるのか、待ってよやばいぞ、これでも攻めるしかないからしっかり攻めていく。でジャイ来たらまあまあまあそんなの知らないよっていうところで、まあ、しっかりこれで解けろ解けろ、 OK、 これもファイブでいいんじゃね、 OK、 入る、 J が入る、 J が入るじゃない、反撃が入る、ね、もう一回反撃、相手、いやー、やなめだ、相手やなめだ、つらいつらい、あーやばい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 、助けて助けてほしいな。さあこれはもう攻めるしかないですから、あと1700はね、この辺でヤナメをスクッて使ってくれるともう嬉しいんですけどね、なかなか使ってくれないんですよね。このファイブを打ってバブリアン処理して、あー待って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 、勝てそう、あー待って、キングタワーと210だった、そんなことある、いやーこれは破れましたね、破れた、いやーもったいないですね、なんか攻めすぎてやっちゃったみたいな感じでありますね。っていうところでこちらの迫撃デッキやばいですね、今マジで124がこれで、で2が今これフェイクで変わってて、多分これも、あこれははいこれですね、あとは11ぐらい、そうもう迫撃っていうのでやばいですね、流行ってます流行ってます、もう今すでに流行っていますけど、まあ、またどんどん増えるんじゃないかなっていうので、まあ、こちらの出来ですね、はい、高回転です、しかもウルトラレアが、まあ、ウッドだけ、あディガーもあるか、
まあ、ディガーだったらレベル12でもいけると思います。シュートも結構ノーマル多めのねデッキで、ここの枠ホグライダーとかでもいいと思うんで、ね、ぜひぜひ使ってみてくださいっていうので、本日はね以上になります。では出てよ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。